藤色とは淡く青みの紫色で、英式名ではそのまま藤の花の色を意味する、ウィステリアあるいはウィスタリア。万葉集にも藤を読んだ歌は数多いが、藤色という色は、当の字を持つ藤原家の流星に伴って、また藤の旺盛な生命力や豊かな方向にちなんで、平安時代を中心に高貴な色として愛された。藤色よりも西洋由来のウィステリアの方がやや青みが強い。 藤色、ウィスタリアそれぞれが、ジスの企画に採用されている。ここではそれぞれ異なる色として扱われる。藤の花藤色にちなんだ人物といえば何を置いても、源氏物語に登場するその名も、藤壺女号であろう。宮中でも、中宮のやその候補となる女子の住む秘境者に、藤が植えてあることから藤壺とも言うに住む、帝の最愛の妻で、光る源氏の義母である。 伊勢物語、ここ無若衆に見られる古歌紫の人もとゆえに、武蔵野の草は見ながら、哀れとぞ見るにちなんだ、紫の縁の姫君たちの一人として、物語に深く関わる高貴な美女である。また、藤をめでる縁などもこの頃の貴族にはよく、行われていて、重ねの色面にも表は薄紫、裏が青の塔がある。藤色愛好の気風は現在まで、長く続き、 江戸時代の生け花の作法でも、藤を生ける際には、薄紫のものを最上とするとある。藤色よりもやや青みが弱く、紫みの強い色を藤紫と呼ぶ。江戸末期になって、藤色と区別されるようになり、明治期に流行色となった。化学染料で藤色を合成するようになってからは、藤色よりもポピュラーとなった経緯があり、その染色が大正時代に流行したことから、 大正藤の別名もある。藤紫は藤色、ウィスタリアと共に、ジス寛容式名にも採用されている。また、江戸時代に頃生まれた式名にやや紫がかった、灰色の藤根図がある。ありがとうございます。